ございました。さて、まもなく中日ドラフト球団創設80周年記念セレモニーが行われますが、セレモニーに先立ちまして皆様に一つお願いがございます。劇場をご来場くださいました方々に入り口でお配りいたしました今から中日ドラフトの皆さんにタオルなんですけども、この後のセレモニーでお客様にもご協力をいただいて掲げていただいて場内雰囲気を盛り上げていこうという趣向になっております。このタオルなんですが、蓄光タオルです。このドラフトの時はこの両側の階段の光を当てないと光りません。今のうちにですね、皆様タオルを広げていただいて、たっぷりとこのタオルに光を蓄えてくださるようによろしくお願いいたします。まもなくセレモニーに行きます。しばらくお待ちください。一緒に戦争を経た1925年、ドラゴンズを最初の優勝に導いたのは、フォークの神様、杉下茂。テレビを通して選手を見ることができるのは、1960年代。ブランカーの中で躍動する彼らの姿に私たちは目を奪われ、数々の伝説を目撃する将軍になった。杉下の後は背番号20をつけた権藤浩、そして今もなおシーズン新人最多勝記録、後に野球界を作る男たちの過酷な戦いは、あと今優勝には手が届かなかった。私たちの夢は1970年代に託された宿敵巨人軍が9年連続リーグ優勝、これを打ち破る念願がかなったのは名将与那嶺監督の率いる1974年だった。94年の最終戦では最高の打線と忘れることのできない
ゃいいやん。できたらまんちゃいいやん。